若者や会社員でにぎわう夜の街、名古屋栄金さん。はい、少子化をなくすっていうのを現実的に起こしてほしい。消費税下げてほしいです。確信ついたことを言える人たちに政権握ってもらいたいですね。あと3日に迫った参院選投開票日を前に、有権者は何を求めているのか。街の声を聞きました。老舗鶏料理店鶏清、店には活気が戻り、売り上げもコロナ前の7割ほどに回復。うまいね。お酒も入って盛り上がる2人。実は2人とも30代の経営者。ちょっと美容業界にも光をちょっと浴びせてもらった方がいいかなっていうのは、まあ、ちょっと思いますかね。美容師の福原和明さん。栄と錦に美容院を構え、従業員13人を抱えています。さらに2年前、四日市市にも新店舗を開業。コロナ禍も落ち着き、ようやく軌道に乗ってきましたが、不安なのは物価の高騰。石油関係が上がってるってことは、やっぱカラー剤とかも結構そういうものを使ってるので、必然的に多分上がってはくると思うんで、やっぱ少しは補助とかやってもらえると、すごいやっぱ負担にはならないかなって。美容院3店を経営する福原さん、精油製品のカラー剤に月70万円ほど使うといいます。人をきれいにするお仕事っていうところでも、やっぱりたくさんね、そこで付加価値を得れるものがたくさんあると思うんで、まあ、そこも大事にしてもらえると。どうも、いくらですか。どうも。店前で客を待つ男性、深夜3時まで営業する居酒屋で店長を務めている渡辺義樹さん。店長自ら店頭に立つのは、客足の伸びに手応えがないから。今回期待しているのは賃上げです。飲みに来てもらいやすい環境をやっぱ作りたいんで、みんなの所得上がれば来てくれるのかなとか、潤えばうちも潤って、僕らも潤うっていう、僕は頭があるんで、会社の売り上げなきゃそれは給料も上がらんだろう。コロナ対策が緩和され、仕切りも外した店内。自由にやっぱ飲める空間の方がいいなと思って、まあ、個々の自己管理でいいのかなとは思ったりしますかね。どうも、いくらですか。どうも。しかし時短とかはもう、またも広がり始めたコロナの感染。厳重警戒ということでありますので、第7波に入ったと言ってもいいのではないかと。第7波への警戒感が高まり、再び行動制限が求められることを心配しています。お客さんのそのルーティンですかね、環境も変わってきたら、もう僕らたまったもんじゃないもんね。その流れは変わらず続けてほしいんで。金さんにあるのれん街、コロナ対策は若者も気になるよう。仕事終わりに飲みに来ていた二十歳のカップル、バイト先で出会い付き合って1年半になる2人。マスクつけとるじゃないですか、もうつけなくていいんじゃないかなって思います。まあバカバカしいって言ったらあれですけど。私やっぱ海外旅行、彼女は化粧品の販売員として働いているだけあって、海外にとりあえずやっぱ若者って特に女性なんですけど、マスクしてるとメイク崩れるじゃないですか。そこをまず改善していただきたいなと私は思いますね。すいません。じゃあこうマスクが外せるような生活に戻れたらいいなと思います。してくれるような方があれば応援、はい、応援したいなと思います。コロナ対策のさらなる緩和を求める人たち、
その一方でまた増加する感染者、コロナ対策への政治の舵取りが問われます。もうしょうもなすぎて先ほどまでだけど待って。保険会社で働く勝野玲奈さんと杉田博也さん。ここはもともとシェアハウスに住んでて、シェアハウスの友達で、実は2人は去年3ヶ月間金山のシェアハウスで生活を共にしていました。今日は勝野さんの同僚を交えての飲み会。3人のうち勝野さんだけがすでに期日前投票を終えていました。今まで行ったことなかったんですけど、今回初めてなんですけど、その20代とか若年層の投票数が少ないから、結局この政府とかが打ち出す政策っていうのが高齢者向けになってて、あんま若年層に向いてないと思ったんで、その誰に入れるとかじゃなくて、その若20代30代の投票数があるっていうのが大事かなと思って。投票率を上げ、若者に向けた政策をより打ち出してもらうため、今回初めて東京へ行った勝野さん。彼女が願う政治、それはジェンダーの部分とか、その同性愛とか夫婦別姓とか、その辺の自由は認められていいんじゃないかなと思ってて、多様性とかを認めていける社会になってほしいなと思うんで。同僚の浜地さん、今回の勝野さんの行動に、この子のインスタのストーリーを見て、すごい感化されました。どういう投稿されてたんですか？なんかモームスモームスの歌でピースザピースって結構わかりますね。選挙の日はみたいな、なんかさ、投票行って外食するんだみたいな。私たちの同期者の世代なんですけど、めっちゃモーム世代なんですけど、でもその後にすごいなんか続く歌詞が、すごい自由未来楽しい未来みたいな感じで、結局そうなんとなく外食行きたいテンションで投票行って楽しい未来になるんだったらいいなと思ったんですよ。景気も良くないじゃないですか、円安とかで。どんどん自分たちの未来が良くなっていかないのは嫌だなって思って、若者の素敵な未来を作るため投票する。気軽な気持ちでも大切なのはまず選挙に行くこと。一方、 IT 企業勤務の杉田さんは、毎年行ってます。すごい、嘘や、もっと初めにこっちに。ねえ恥ずかしいよ。投票しないと、まあ、政治に文句も言えないじゃないですか。やらないとちゃんと調べて決めて入れて、まあ、ダメだったらダメで、まあ、やっぱ自分の意見ももっと言えると思うし。自分の意見を持つための選挙、杉田さん、若者の選挙参加を求めています。今後やっぱ長く生きるのは若い方ですし、将来のことって考えるのもやっぱ若い方だと思うんですよ。投票率を上げたいと思うので、まあ、それこそ今マイナンバーとか普及してきてると思うので、そういったところが連携してつながって、まあ、やっぱみんな行くのが大変だと思うんで、まあ、ウェブとかでやっていけたらなとは思います。今選挙に必要な若者たちの声、意思表示をすることで日本の未来は変わるかもしれません。日本の未来に向かって乾杯。夜中の久屋大通公園でサックスを鳴らす一人の男性、コンサルタント会社を経営する金沢祐樹さん。
たまたまそこへ ドラム8人ぐらい叩いてる方がいて、あそこで仲良くなって、はいはいはい、でまあサックスやろうかなって始めて、でそこで知り合った人と音楽いいよね、でじゃあみんな音楽やろうかということで。2年前コロナの自粛期間に始めたサックス。仕事が終わると毎日のようにこの公園で練習をしているといいます。そんな金沢さんが話したのは、栄のドン・キホーテ近くに集まっていたドン横キッズと呼ばれる10代の若者の問題でした。みんないい子なんですよね。いいけど帰るとこがないとか、まあ、朝まで暇だからってうろうろして、だいたい未成年酒飲んで潰れたりするから、見た目がやっぱ怖そうに見えるからパッと行くと聞いてくれるんですよ。やめときよお前って、怖いってなんかもったいないなと思って。今金沢さんが政治に求めていることは、まあ、世界も大変だし国も大変だとは思いますが、もうちょっとこう10代20代そっち見てある間に10代20代がうろうろうろして楽しい方に流れる、悪いことしちゃう、気づいた犯罪になっちゃうっていうこういうなんか悪循環なんで、なんかその辺をなんか対策ができたら、選挙みんな頑張ってるけどもうちょっとここら辺をやった方がね、目向けられないじゃないですか。なんか放置されてる感じがする、現場からしたら。街で聞いたさまざまな選挙への思い、物価高騰、景気、コロナ対策、子育て支援、多くの問題を抱える中、私たちの未来はどうなるのか。有権者の皆さんが最も重視している政策は何なのか、柴田さんお願いします。はい、先週の土日、愛知県民1000人に聞きました。最も多かったのが景気や経済対策で 34.5% です。先ほどの映像のインタビューで関心が高かった新型コロナ対策は、この時の取材では8番目、わずか 2.6% でした。政府はコロナ対策について、現時点で行動制限を行うことは考えていないとしていますが、最近感染者が急増していますので、街の関心は高まっています。